ペンギン、ペンギンは、超高ペンギン目、スフィニセフォームズに属する種の総称である。ペンギンか、スフィニシデイのみが厳生する。主に南半球に生息する海鳥であり、飛ぶことができない。今では使われることは稀だが、人長、木が、木が、たくらみは、爪先立つのい、河、河長という和名もある。南半球の広い糸範囲に分布する。主に、 南極大陸で繁殖するのは皇帝ペンギンとアデリーペンギンの2種のみである。他にジェンツーペンギン、マカロニペンギン、ヒゲペンギンの3種は南極大陸の中でも比較的温暖な南極半島にも繁殖地があるが主な繁殖地は南極周辺の島である。他の種類は南アメリカアフリカ南部、オーストラリアニュージーランド、あるいは南極周辺の島などに繁殖地がある。 最も低緯度に住むのは赤道直下のガラパゴス諸島に分布するガラパゴスペンギンであり、その生息域は赤道を挟みわずかに北半球にはみ出ている。これらの中びく緯度の繁殖地はいずれも南極海周辺から寒流の流れてくる海域に面している。ペンギンは現在では6族19種だが化石からかつてはもっと多くの種類が存在したことが 確認されている。属や種を特徴づけるのは、頭部周辺で、それぞれ特徴的な形態をしている。原生ペンギンの最小種は、コビトペンギンで、体長は、約40センチメートルである。原生最大種は、皇帝ペンギンで、体長100から130センチメートルに達する。ただし、全滅種のジャイアントペンギン、や、ノルデンショルトジャイアントペンギン、 皇帝ペンギンよりもさらに大型である。多くの鳥類は陸上では胴体を前後に倒し首を起こす姿勢をとるが、ペンギン類は胴体を垂直に立てる。鳥類の多くが飛翔に使う翼は特殊化し、ヒレ状のフリッパー溶かしていて、飛翔能力を異水中の遊泳にのみ使われる。首が短く、他の鳥類とは一線を隠す独特の体型をしている。 世間一般では足が短いと思われているが、実際には体内の皮下脂肪の内側で足を屈折している。関節はこの状態のまま固定されているので、足を伸ばすことはできない。体外から出ているのは足首から下の部分だけである。成長ではほとんど脂肪に隠されており、表面上見えないが、生後間もなくの脂肪の少ないペンギンではその骨格がはっきりと見て取れる。 形当時のメカンは、目、カナイはより、ペンギン目は海鳥、昇金類の一部からなるクレードの一員である。姉妹群は、外洋性の海鳥の水なぎ鳥目である。ペンギン目は、原生化に関しては一絵型である。つまり、ペンギン化のみが属する。従来は一種とされてきた岩飛びペンギンの三種は、遺伝子の比較により、別種とする主張がある。 北岩トビペンギンユディプッツモーズリーのみを分化し、東岩トビペンギンを南岩トビペンギンユディプッツクリスカムの足とする主張もある。かつてはロイヤルペンギンとマカロニペンギン、ハシブトペンギンとキマユペンギンを同種とする説もあったが、遺伝的際は別種に相当する。以下の分類は、クレメンツチェクリスツバージョン 2015IOC、ワールドバードリスト、 V7.1 和名は山品1986英名は IOC ワールドバードリスト V7.1 に従う歴史上のペンギン分類には大きく分けていずれかの海鳥の仲間だとする説と他に類縁のない独特なグループだとする説とがあったそれらに対しはペンギンを他の海鳥から分離しスファニスカモーフとしたは 独立したペンギンメインペンとした。は、独立したペンギンウアメインペンとした。は、蝶類を四グループに分けたうちの一つをペンギンに当て、ペンギンは、爬虫類の祖先の段階で、他の蝶類とは、分かれていたと示唆した。さらに彼らは、ペンギンの祖先が、他の原生蝶類から枝分かれして、以降の子孫としてパンスフィニセフォームズも定義した。ただし、 化石が発見されている最古のペンギンもすでに、希少能力を失ってお、パンスフィニセフォームズと、ペンギン目は、現状では同じである。ペンギン化、の意味での、に含まれる、化石属は発見されておらず、ペンギン化には、原生属のみが含まれる。ただし、ケープペンギン属の化石種2種とが、ペンギン化に含まれる。 ペンギンの絶滅属については、以下の系統が求まっている、属分類と矛盾する部分は簡略化している。ただし遺伝子による系統に比べれば、分岐は不確実である。その後は、アンスロポルニス赤をパレユーリプテス赤に統合した。しかし系統解析では、矢の枠組みは否定されている。 陸上ではフリッパーをバタつかせながら歩く姿がよく知られているが、氷上や砂浜などでは腹ばいになって滑る。これをトボガンという。海中では翼を羽ばたかせて泳ぐ。ペンギン類で最も速いジェンツーペンギンの水中速度は最大時速 36km に達する。イルカのように海面でジャンプすることもあり、水中から陸上に戻る時には一旦深く潜り、 勢いをつけて飛び上がる。独特の体型は泳ぐことに特化しており、海中を自在に泳ぎ回る様はしばしば水中を飛ぶと形容される。食性は肉食で、魚類、甲殻類、頭足類などを海中で捕食する。一方、天敵はシャチヒョウアザラシサメなどである。陸上で繁殖する。卵は1個から3個産み、オスとメスで放卵をする。 また皇帝ペンギンのように、ある程度成長した、ひな同士で集まり、クレイシュ。フランス語で、託児所のい、クレイシュとも、を形成するものがある。また、羽毛が抜け替わる寒向には海に入らず、絶食状態で陸上に留まる種もいる。ほとんどのペンギンは、他の鳥類と同様に春から夏にかけて繁殖するが、 最大種の皇帝ペンギンは、低、摂氏60度に達する冬の南極大陸で繁殖する。そのため、世界で最も過酷な子育てをする鳥と言われる。ペンギンの西洋世界での認知は、温帯産ペンギンについては大航海時代に始まる。阿南極産は18世紀以降、南極産は19世紀以降のようである。日本では、江戸時代後期に、 乱所で知られたが、その認知は一部の乱学者に留まった。一般への認知は、明治後期の日本人の南極探検に始まる。過去、脂肪から取れる油や肉を採取するためにペンギンを捕獲していた時代があった。二十世紀には捕獲も限られたものとなり、現在では資源目的の捕獲対象とはなっていない。ゴミの投機や船の事故による石油流出など、 様々な海洋汚染がペンギンの脅威となっている。特に希望本周辺海域やパタゴニアなど重要な航路に面した海域や油田地帯に接した海域にこの傾向強い。さらに近年の生息域の温暖化により餌の置き網の繁殖域となる海上の氷の激減、洪水による巣の浸水などで生息数が減っている種もある。ペンギンは 各地の動物園、水族館で見ることができる。動物園、水族館での繁殖技術が進んだこともあり、現在世界で飼われているペンギンの1、4が日本にいると言われるほどになっている。日中国交正常化に際し、ジャイアントパンダが中国より送られてきた返礼として、日本カモシカと共にケープペンギンが日本から中国に送られた。これは前日のように日本では、 当時すでにペンギンの飼育体系が確立していたが、当時の中国は飼育事例がなかったためである。南極、阿南極のペンギンの飼育には低温にする設備が必要だが、フンボルトペンギン、マゼランペンギン、ケープペンギンなどの温帯ペンギンは氷雪を好まず屋外飼育が可能であり、イギリスのエジンバラ動物園、日本でも掛川課長園などで、冬季はストーブにあたる風景が見られる。 日本では1989年に設立された火災臨海水族園のペンギンの飼育施設がフンボルトペンギンの生地の岩山を再現したものであり、以後の温帯ペンギンの飼育施設はそれを踏襲しているが、それまでは戦前の阪神パークで確立された南極の氷山をモチーフにした白塗りのコンクリートの小山を爆くとすることが多かった。商業捕鯨時代には日本の捕鯨船が 南平洋でクジラと共にペンギンを捕獲して生きたまま持ち帰り動物園や水族館に寄贈されて飼育展示されていた長崎水族館長崎ペンギン水族館で三十九年九ヶ月十五日に渡って飼育され世界最長飼育記録を残したキングペンギン銀吉もサウスサンドウィッチ諸島で捕鯨母船第二日新丸に捕獲さた個体であった 捕鯨母船では上甲板にペンギン用のプールを特設したものもあり、船員たちの憩いの場になっていたという。船内では餌に解凍して切り刻んだ芸肉が与えられ、船員らは船酔いで食事が喉を通らない日でもペンギンの給仕は怠らなかったという。ただし船員も飼育に関しては素人のため過剰な給仕で消化不良を起こし体調を崩すペンギンもいた。また、 航海中に温暖な気候の海域を通過する間にアスペルギルス症にかかってしまい、気候時には衰弱していた個体も少なくなかった。南半球、特に温帯、寒帯に住む動物であるペンギンについて北半球のヨーロッパや東アジアでは近世以前には知られていなかった。日本の場合、幕末期に乱書で知られたが、乱学者の一部しか知りえなかった。 そのため、ペンギンについて、鶏鳩のような花菌や、ツバメカラススズメなど身近な野鳥、あるいは白鳥のような毛高い野鳥のような俗心などはなく、紋章などにも用いられなかった。北半球でのペンギン文化は20世紀以降のもので、前述の動物園、水族館飼育や、口述するキャラクターによって作られたところが大きい。ペンギン型キャラクターは、古くは、 背が黒色、腹が白色であることから、タキシード、または塩ビ服を着用した紳士になぞらえられることが多かった。有機化合物ペンギノンは平面構造式がペンギンに似ていることから名付けられた。2006年にアメリカで同性愛ペンギンの絵本が出版され、波紋を読んだ。アメリカのニューヨーク市セントラルパーク動物園に実在した。 オス同士のペンギンのカップルを題材にしている。ペンギンに同性愛行動は存在する。2006年、ノルウェーのオスロ自然史博物館では、世界初の生物の同性愛がテーマの展示会が催され、同性愛自体が自然界でも珍しいことではないということが研究で確認されている。同性同士のペアのペンギンは、ドイツの動物園や日本の登り別マリンパークニクス、 などで存在が確認できる。2008年、イギリスの放送局である BBC は、エイプリルフールの話題にペンギンを用いた映像を制作発表。その映像で、愛らしいペンギンが空を飛ぶ様子を CG など、IT 技術を援用して巧みに作り出した。歩幅を小さくし、そろそろ歩く方法を、ペンギン歩きと呼ぶ。陶器の凍結路面などで安全に歩く手法で、 日本の他、ドイツでも推奨されている。ラテン語の、肥満によるという仮説。15世紀後半以降、大西洋を横断した、スペインのタラ漁師が、北西大西洋のニューファンドランド島周辺に、生息する、飛べない、潜水性の海鳥であるオウミガスをスペイン語で、フトッチョと呼んだ。16世紀にこの語が、英語に入ってとなったとする。時を、同じくして、 南半球を探検し、ペンギンを初めて見たヨーロッパ人は、大海ガラスによく似た形態、生態のこれらの海鳥を同じペンギンの投げ読んだという。これらは特に区別せず、ペンギンと総称され、混同されることも多かった。古代ウェールズ語の白い塔に由来し、大海ガラス、頭部が白いを指すことして12世紀頃から使われていたという仮説。 しかし、一時資料は現存せず、疑問視されることもある。語源的には、ペンギンは、大組ガラスに由来した。しかし、当時、16世紀以前の人々が、大組ガラスとペンギンを春別していたわけではなく、大組ガラスと、南のペンギンが、ペンギンと呼ばれるようになったのは、ほとんど同時期である。南半球の探検が進み、南のペンギンの研究、 利用が増える一方、大踏ガラスは乱獲により17世紀頃から激減し、18世紀には量が商業的に成り立たなくなり、1844年には絶滅した。これに伴い、ペンギンは南のペンギンを刺すことが徐々に多くなり、ついには完全に南のペンギンのみを刺すようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。